久保さん、今回山下清にしましょうか山下清おにぎりがもらえるまで歩くからもらえないってことはないんだなとおにぎりがもらえるまで歩くからもらえないってことはないんだなと山下清らしいですよね昔なんかこの山下さんのなんか,なんかうん映画かドラマかやってたような気がするんですけど、うん、山下清さんね まあ結局のところねあのー、まあまあね今回おにぎり屋さんのあのかなりさんの久保さんも知ってるっていうことで、うん、やっぱねビジネスっつうのはねやっぱね甘くないんですよこれはもう僕はもう、うん、独立してからやっぱちょっと一皮むけたなっていうのはあるんですけどやっぱほ誰も救ってくれないんでやっぱそのうん おそらくなんですけど病気だから許されるっていうそのなんか甘えというかね、まあ、がなりさんはそ,のそこを言いたかったんじゃないかなとは思うんですよねビジネスはその甘くないと、うん、だからね会社とかそのお給料をもらう立場だったら病ちょっと病気にかかったんですって言ったら「ああじゃあゆっくり休みなさい」と「大丈夫ですか?」っていうふうに声かけられるけどもね自分でやるっていうのはねそうじゃないんですよね 誰もやっぱここはうん何すかね一人で稼ぎ続ける給料はもらえない自分で何とかしていかないといけないっていう修羅場をねいっぱいくぐった人しかやっぱ分かんないんじゃないかなと思うんですね、うん、僕もね独立していろんな修羅場ありましたからね本当にだから借金その返済する時に一回ちょっと僕の武勇伝なんですけど あの明日のお金がないと明日支払うねアコムに払う金がねえみたいなね数万円足りないみたいなね数万円足りなくて一か八か一か八か開示ですよパチンコ屋行って一か八かやって勝って払いましたまあね一応遅れてもね滞納してもまあちょっとはあの利子がつくだけなんで、まあ、ずっと払わなかったらやばいですけど でも僕はきっちり払ってたんでまあ一応その期日にしっかりとどんな金であろうが作ってきてパチンコで買った金でも作ってきて払いましたねこれね兵藤会長もねあの金も借りてたら誠,誠意っていうのは、うん、金を返すことしかないと金を借りたんだったらあの返すことが、うん、道理であり前提であり もしあのなんかなんかあるんだったら、うん、期日まで返すことだみたいな <laughs> なんか言ってるんですけどねそうだからまあ利根川会長も昔そのなんだいろんな人にお金貸してきたけどその期日が迫ってあの返せって迫るとその借りた人はねまあ真ん中銀次郎とも一緒ですけど <laughs> 最初はね「神様ありがとうございます」みたいな。 会長ありがとうございますって言ってたんだけど返せって言うとなんだこいつみたいな目の色が変わるみたいなねうん取り立てやがってみたいなこのきついんだみたいなね <laughs>、まあ、兵頭会長からするといやいやと嫌だといや期日まで返すっていうか貸したんだけどみたいな <laughs> まあこれもねまああれですよね僕はだからなんだろうなあのうん でもね、1回あるんですよね。1回そのなんだそれは前の、ね、会社を辞めた後に追いい金追い金追 <laughs> い金300万来てねこのお金払えみたいなね350万か300万ぐらいだったんですけど、まあ、分割で50万ずつ払ってましたけどだから2000万プラスまあ なんだそれも入れて2000万かまあまあいいんですけどまあそのなんだそのお金といつも払ってる借金の返済とその300万円分がのしかかってきて山味きつかったっすねまあちょちょ切れましたけどねやめてからもこんな来るんだみたいな <laughs> やめてからも試練があるんだみたいなね <laughs> マジか。 でまあ、すみません、今、手元に金ないから分割でお願いしますって五十50万ずつ返してたんだけど、1か月だけちょっと無理で、どうしても。すみません、待ってくれませんかと。ちょっと1か月延ばしてもらいましたけど、まあ、それだけですね。消費者金融の方は、あの期日に全部返してましたけど、うんまあ、あと銀行ローンか 結構まあ大事ですねあのしっ,かり、まあ、しっかり返すというかうんだから僕はねラッキーなことにその借りたものを全部返して返済もしたしあの全部やってきたんでまあなんか信用がたまったとは思うんですよねだから今クレジットカードを作ると無料カードでも100万円ぐらい枠もらえるんですよクレジットカード落ちることないしほとんどうん だから今クレジットカードの枠だけで500万円ぐらい枠ありますね、多分ん。全部合わせるともっとあるかもしれないですけど、ちょっと、最近もね、あれな、佐久保さん <laughs>、なんか1万9000円ぐらいのアフリ報酬のセルフバッグあって、それその、なんだっけな、JCB の法人カード、JCB の法人カードで、まあ、年会費1300円なんですけど、なんか19000円もらえるみたいな、それ、通りまして。 いいっすね。で、あとは、その JCB のカードは、なんか10万円ぐらい使うと、Amazon ギフト券1万7000円ぐらいもらえるのかな。か届いたらね、ちょっと、ちょっと使って、Amazon も,もらおうかなっていう <laughs>。ありがたいですね。ただね、あの、なんかね、ま、あ多分ね、JCB 落ちてないので、ネットでセルフバックやるじゃないですか。で、審査入りますってって、で、多分三3分後ぐらいに、 あの審査を合格したんで、まあ、配送の準備に入ってますみたいな <laughs> 本当に審査してんのかみたいな多分その吉谷拓郎っていうその人物の,あのデータがあってそのデータと照合してこいつ大丈夫だってなってすぐバーンってなったんでしょうね早すぎだろみたいなね <laughs> びっくりしましたけど <laughs> 早っみたいな、うん ビジネスはね、ほんとね、あのー、厳しいですよ。厳しい。厳しいけど、厳しい先に自由もあるし、まあ自由と責任なんですけど、うん。だからそれが嫌なんだったら、それが嫌なんだったら、うん、毎日ペコペコして、あのー、働くしかないですね、うん。僕はそれ嫌なんで、うん。大変、立ちにこっちは大、こっちの世界は大変なんだけども、僕はこっちの世界の方が大変だと思います。なんか生きてる心地がしないんで。 うん、結局誰かの支配下にで生きない、会社の支配下に生き,生き続けないといけないので、もう僕は嫌ですね。絶対会社にが入りたくないですね、うん。もう誰にも支配されたくないですね。自分の人生を。うん、だからまあ、なんとしてでも稼いでいくし、まあ、最悪もう最近はもう多分ね、うーん。 なんかまあいろんなキャンペーンもやってるんですけど、この前とかもね、サシバ、そうそうそう、去年かな、サシバ飲んじゃって、サシバ飲んだら、サシバ飲んだんでキャンペーンやりますみたいなね <laughs>。サシバ飲んじゃったキャンペーンみたいな。まあサシバもただじゃないですから、15万円ぐらいかかるんですけど、サシバ飲んじゃったキャンペーンとかもやりましたし、まあなんかいろいろやってきましたね、なんかあったら、そのキャンペーンにしても。僕のピンチはあなたのチャンスですみたいな感じで、もうすべて金に変えるっていう <laughs>。 うん、だから万が一僕がまた厳しくなってきたらまた何かやりますんででそれでもしそのキャンペーン当たんなかったらまたキャンペーンやるし当たるまでやるんでおにぎりもらえるまでってか売れるまでやるんでうんそう、うん、まあねなかなかねそう大変ですよ大変だけど 大変のその先には銃があります。いってらっしゃい。